こんにちは、ドクター熱血です。今回はクリスマスバージョンのノエルちゃんを最強に育て上げたいと思います。さあ、まずは海岸ですね。やっていきましょう。全部10まで上げていきます。ちなみにこちらの動画も音声後付けとなっております。なので、この音がね、なんだ、サウンドはない、SE がないです。さあ、こっからですね、あとはキャラリンクを20、20、20に持ってきましょう。リンクに、ちょうど、技が周回しやすかったんで、足りましたね。これまた一から集めなきゃいけないとか大変でしたからね。さあ、これでリンクを全部20に強化。というわけで、ボーナスアビリティの設定ですね。まあ、体力最大時全ダメージアップ。これはまあ必須でしょう。まずこいつと、で、まあテンプレですね。防御低下能力負荷。こいつをつけていきます。さあ、これで下準備が整った。あとは再抽選。こっから行ってみよう。で、ものすごく長くなるんで、こっから、早回しで行きたいと思います。で、ものすごいんですよ。もうこの、今、後ろで、かなりの倍速で流れてると思うんですけども、どれぐらいの時間かはちょっと僕も把握できないんであれなんですけども、これ全部終わったらいくら使ったか発表します。はい、というわけでもうずっと行ってみましょう。というわけでですね、10倍速でお届けしましたけれども、結局何回抽選したのか、数えてみました。ひどいですよ。全部で83回。海岸ポイントで言うと166万ポイント。星子83体ってもうやばいよね。確率 4% です。全然出なかった方ですね。いやー、まあ、まあ、その分だけめっちゃ強いんですけど、めっちゃ強いんだけれども、いやー、へこむよね。83体消費させられたら、そりゃへこみますわ。というわけで、まあ、頑張りに頑張って、冷圧500をつけました。装備なんですけれども、最強を目指すんであれば、僕はこんな形なのかなと。天身体、競争剤、マリ。よかったよ、マリ持ってて。使い道ねえよとかもしたけど、あったよ。はい、という感じで、まあ、道中楽にするんであれば、ゼタボルタンとかね、つけると楽かなとは思いますけどね。で、クールを積まないとちょっと強行域が遅いかなと思ってクール14を積みつつ、あれこれ、ちょっと待ってね。ああ、そっか、白夜とかを積めば、5周年白夜とかを積めばよりいいけども、せっかくだからこうやって冷圧上げて、
と、まあ、白夜を積み替えるのがめんどくさいんで、こんな感じでクール14の1号に、半辺に強攻撃を上げるっていう意味で、ハリベル様、水着とかじゃない方のハリベル様、転生の方ですね。そうすると強攻撃が80% アップ、必殺 100% アップの、転身体で 100% アップの、ヒットスプラス1、通常 20% アップ、めちゃくちゃ強い。でボーナスアビリティは体力最大時、全ダメージ 25% アップに防御低下能力負荷と、めちゃくちゃ強い。こんな感じですね。で、事前にレイドと継承の試練どんな感じか取ってきましたので、そちらをご覧ください。はい、フル海岸のエルちゃんでレイド行ってみましょう。もうね、取ったんですけど取り直しなんですよね。ケンパチ2人に、体力最大 10% が2つついた、こんな感じで行ってみたいと思います。ただちょっとレイドの攻略動画撮れてなくて申し訳ないです。始めましょう。おいで。賛成です。42。このフェーズ1が短めなんですよね。簡単にフェーズ2に。バーチカルで、これも固定なのかな、バーチカル。んで、あとは端っこの方に避けとけばかわせる。もうちょいなんかね、うまいこといけると思うんですけどね。でラストフェーズ3、ありがとうワーズワーズ、一発でいけます。強すぎます。で臨強化薬アップキャラなんで、ここでもそれが発揮されます。お疲れ様でした。臨強化薬プラス5がされている状態でこんな感じ。はい、レイドを一人で行ってしまうぐらいにめちゃくちゃ強いですというとこです。もう一個このまま行きましょう。高難度クエストのまだ全然やってなくて、こちらですね。これも一人で行きましょう。と思ったんですけど、ちょっと待った、外して、ここはせっかくならちゃんと連れてった方がいいですね。どういう設定だこれ。あ、これこういうことか。始めましょう。めちゃくちゃ強いな、ね、あっという間に強攻撃当たれば死ぬみたいな。
ミニーちゃんより強二が当てやすいのがいいですね。強三で前後両方、はい。雑技行きましょう。ありがとうワーズワース。お寿司ちゃんどうしたんですか。メリークリスマス。で、ああそうか、そう、あの継承の試練のボスが強酸で沈みます。ダメージ食らってても沈みます。お疲れ様でした。っていうぐらいぶっ飛んでおります。もう本当に強い。始めましょう。そんな感じでした。で、あれだね。確かに、ハリペル様じゃなくて、この、イチゴにした方が、まあ、クールタイム短縮が詰めて、回転率はいいかな。まあ、火力突破でいくんだったら、ハリペルとかね。で、あとは、今週、レイドがちょうど、レイドしない。グループバトルが無所属キラーなんで、そちらの様子も、まだね、まだ上に行けると思うんですけど、とりあえずこんな感じですというのを載せておきましょう。こちらです。始めましょう。何秒だった今見えません。お疲れ様でした。見えません。お、ついに58秒台到達したぞ俺も。はい、というわけでグルバとハードが一瞬ですね。多分もっといけると思う、もっといけると思うんですけど、ちょっと僕の中ではこんなもんかなというところですね。はい、めちゃくちゃ強い、マジでめちゃくちゃ強いです。その必殺技ヒットスアップで弱体付きで、なおかつ、レア圧 80% アップがあるっていうので、もう本当に文句なしで必殺技めちゃくちゃ強い。で、ニーニーとノエルだったら明らかにノエルちゃんの方が強いです。で、前回の地属性のノエルちゃんは強一がもっさりして使いづらかったのがそこら辺を改善され、で、まあ、前回の地のノエルは強二が非常に、ね、出が早くて良かったんですけども、こちらはまあ集めてドンタイプで、まあ、あのニーニーちゃんに比べれば使いやすいなと。強さんは画面全体で使いやすいという感じで、まあ継承の試練でねプラス5なんで、これがでかいですね。もう継承の試練はキラー関係なくこの子でしょうという感じになっちゃうと思います。はい、というわけで今回ノエルちゃんを最強にしてみました。これでね、僕あのバーンザウィッチキャラはクリスマスニーニーを除きフル開眼という状態ですね。ニーニーちゃんちょっと厳しいな、1だからな、はい、極意を使うのもなっていうところなんで、まあ僕はこんな感じでいきたいと思います。始めましょう。ぜひね、ぜひ高みを目指してこの最強ノエルちゃんを皆さんも目指してみたわ、見たわ、見てはいかがでしょうか。メリークリスマス、楽しい時間にしましょう。本当に強いです。はい、今回はここまで。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。